無そうで男前な年下があの手のひらの上で転がされてちょっとタジタジしちゃってるもうシチュがね年下でめそう,そうなんか、ね、<laughs> エッチなシーンで、ね、一番好き <laughs> こんにちチルチル少量 BL レビューサイトチルチル記者のほぐしみと吉ですえ本日紹介する作品はこちら 仁山、えー、先生僕のおまわりさんです。えーえー はいこちらの作品なんですけれどもあの津野さんはもうお読みになられましたいや私読んだことなくてそう、ね、いやでもほぐしめさんがかなりハマって <laughs> ずっとこななせしてるので <laughs> 相当面白いんだろうなと気になっておりますそうですねこちらの作品にちょっと私最近ドハマりしてしまいまして <laughs> まあ結構今更感はあるかもしれないんですけど <laughs> ということなのであの本日はこちらの作品を紹介していきたいと思いますはい、はい、それでは早速やっていきましょう。 はいということでまずあらすじ紹介なんですけれどもはいはいえっ、ー、とこちらの警察官の服を着ている方がえ攻めのしんくんですね、はい、でこっちのあのちょっと背が低めのあの男の人がえっ、ー、と受けのせいじくんなんですけどあのこちらの作品なんといってもですね年下攻めですあそうなんですねそう年下攻め十十個差あるんですよ 1> え1個差そう十個差あって<え>あの受けの方がもう今アラフォーぐらいなんですけどあそうなんで、ね、そうそう,そうでこっちが側で3つ ぐらいな感じでどういう2人の,つ,あのつながりかっていうと <laughs> あのもともとこっちの征爾くんの方が警察官をしていまして<ー>でその頃にあに補導されたことがあるんですよこっちのしんくんが攻めが。 警察官じゃなかった頃こっちがまだ高校生だった頃に保護されたそれがきっかけで結構それでちょっと年の離れたお兄さんっていう感じで結構その面倒見がよくってずっと面倒を見てくれてたんですよ。うんうん、でその頃からこのしんくんはせいじくんに片思いを10年ぶりに再会できてっていうところだったんですけど、はい、こっちがせいじくんの方がまだあの結婚してなくてでなんか女と結婚するのもあれだしんかその、まあ、男に知ってみようかなみたいな <laughs> これクチューってことだ <laughs> 結果,結果 <laughs> 言うんですよでそれを聞いたら、こっちのもうあの十年の片思いに火がついてしまいました、はい、で,でしょうね <laughs> もうアプローチが始まるんですよ <laughs> <laughs> <ー>っていう、いいですよ年下攻めのあの後派な年下のね出来合い攻めってもう最高じゃないですか <laughs> い,いいですね、そのずっと長い間一途に思いを積み重ねてきた系で めっちゃがたいもいいしこう包み込むような絶対優しさがあるんだろうなっていうのが見た目からもわかるんで,うんで <laughs> もうめっちゃがたいよくって <laughs> もうそこだけじゃないですけど<局>もちろん <laughs> でもやっぱりこのこのおっぱいやばいっすよ。いや本当にねやっぱそのけなげ一途誠実さと,というね、うん、その年下攻め三大魅力をもう備えているシンク 圧倒的しすぎる本当にいやーそりゃ、ね、あね、のーうん、そんなちょっと男でもいいかなみたいなところにこんなねとかっこいい年下が来ちゃったらうん、うん、流されていききますよねいや好きになるしかないじゃんしかも昔から知ってるあのシンガーこんなかっこよくなって帰ってきたのか、ね、っていうところですようじゃ高校生で歩道するってことはやっぱちょっとやんちゃだったりもしたんですかねそこからこう立派になってで,でもそれは可かわいいでしょうよ。<laughs> そうなんですよ<ー>もう最高 <laughs> <laughs> はい、ということでこちらの作品のイチオシシーンなんですけれども最初にちょっとこう体をつなげようとしたところが私は結構好きで。 のの初めてみたいなあそうですねああまあ、結構好き好きはずっと伝えていくんですけど序盤、はい、から、まあ、ちょっと作品中盤になってじゃあようやくその芯の,の方もちょっと決心がついてうん、うん、じゃあちょっとやってみようみたいになるところなんですけどうん、うん、結構その。はいはい なんですかもうあの誠司君好き好きが芯からあふれ出ちゃってるから<ー>基本的にこうなんていうんですかねあのちょっとこう年下のあの年下攻めがこう年上の受けの手のひらの上で転がされてる感じおちょくられてる感じがちょっと可愛さが残ってるというか <laughs> それがすごい楽しめるエッジンがありましてなそ、えー、いいそうでなんかその <laughs> やっとやっと誠司君の体に触れられるって言ってうん、うん、必死に乳首を攻めるんですけど<あ> <laughs> 何か。<laughs> <laughs> あの「よしよしおっぱいを1位でちくわ」とか言われて、えーま、いやもうさほんとにあの私その分愛想で男前な年下が手のひらの上で転がされてちょっとタジタジしちゃってるもうシチュがね年下するのなんか、ね、エッチなシーンで、ね、一番好き。<laughs> え、なんかさっきまでの話だと、でうん、このけなげな一途で、っていう,うん、うん、攻めの方が、こういぐい引っ張る感じなのかなとも思ってたんですけど。<っ>もう、どっちもなんですね。そうそうそう。お好きの方も、じゃ、年上だから、それはそれで。 可愛がってるみたいな、いや、どっちもこう、ちゃんと強みを持ってるのが、ザ、なんかカップルとして、ちゃんと。完成されてる感じで、めっちゃいいっすね。そうですね。そうなんですよ。結構ちゃんと愛し合ってる感があって。そう、どっちが引っ張っていくとかじゃなくてね、二人でこう、徐々に、あの、愛を育んでいくステップが見られて、すごいいいんですよ。ああ、すでに好きだ。絶対好きなんですけど。いや、めっちゃ可愛いですよね。なんか昔はやっぱり、その、私結構、その、攻めはかっこよく、アレじゃないですけど。わかります。わかります。 <laughs> やっぱ肩幅数メートル級のこうスパダリシぐさを発揮してほしいなと思ってたんですけどそれを発揮しようとしてもこう,うまくいかなくってよちよちされちゃう合体のいい男の子ってこんなに可愛いんだって思って <laughs> なんか行くとこまで行くと結局またギャップを求めるんですよねあ<ー>そうかもしれない,です、ね、<laughs> いう佐賀なので <laughs> オ,タオタクギャップ求めがちなんで <laughs> そ,うそうなんですよ。 なのでちょっと私はそのエッジシーンがすごい良かったなと思いますね。うんうん、まあただあ、はいはい、話が進んでいくとやっぱりそのまあ可愛いだけじゃと、うん、かされてかなんかタジタジしてるだけじゃなくて、うん、やっぱそのかっこよさも発動してはくるので。じゃあその辺に注目してちょっと読んでいきたいですね。はいそうです、ねはい、最後に、えー、こちらの作品のまとめを、えー、紹介させていただきます。 はい、作品とはですねまあもう圧倒的に <laughs>。 かなとそれで、ね、まあ途中ちょっとねちょっとしたトラブルとかもあったりするので,あで、ね、まあ100ちょっと光にはしなかったって感じですあでえちえちもあの後半にかけてどん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 増えていくのでこんな方におすすめというところで、まあ、のこちらのちょっと2つを当て上げさせていただきました、はい、でなんか今こう筋肉男子にあんまり興味がない人でもんかこうこれ読むと筋肉男子好きになります。<laughs> もうそれもほぐしみ 証明してるんですよ <laughs> 私もともとそんなになんかこれだけ語っといてあれなんですけど、うん、あの筋肉男子の良さがなんかもう最近までそんなに分かってなかったんですよ。うん、なんですけどちょっとこれを読んだら、うん、えなんか筋肉の世界ってやばみたいになって <laughs> んかこれを読む前と後で人が変わります。<laughs> 大丈夫ですか本当にに <laughs> 筋筋肉肉男子に人みたいな <laughs> <laughs> 状態になっちゃってて。そうです私今、そう、これでも、本当に筋肉落ちしたので。<laughs> で今、現段階、ちょっと、まだ筋肉の良さ、分かってないかもっていう人でも。これを読んで、ぜひ、一緒に筋肉沼に、落ちてください。<laughs> いいですね、やっぱ、きっかけとしてはね。そうなんです、すごくいいです。で、こちらの作品、えっ、ー、と。 2巻3巻まであってすでに完結しておりますので、<ー>はい、いあの一気にはい楽しんで、あの筋肉フィーバーを是非起こしていただければなと思います。はい、はい、ということで、えっ、ー、と本日はえー、僕のおまわりさんを紹介させていただきました。えー、概要欄にこちらの作品を紹介している記事も貼っておりますので、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。はい、それではバイチル。バイチル